はい、今回の動画はですね、プラレールアドバンス E235 系山手線を開封したいと思います。では開けていきたいと思います。はい、というわけで開きましたね。こんな感じですね。1両ずつビニール袋に包まれてますね。割と梱包は丁寧みたいですね。ではね、ビニールを剥がしていきたいと思います。というわけでビニールを剥がして並べてみました。方向幕は普通に、この電車は山手線と書いてあります。やっぱりプラレールアドバンスですと、先頭の車両のここの部分の窓はですね、本物同様に小さくてリアルになってますね。やっぱり普通のプラレールよりかはリアルみたいですね。次に電池を入れたいと思います。次に適当なレイアウトを組んだので走らせたいと思います。では電源を入れたいと思います。はい、というわけでこんな感じですね。 N ゲージの線路で次はレイアウトを組んでみました。ではね、走らせたいと思います。はい、というわけでこんな感じでですね、プラレールアドバンス E235 系山手線を走らせてみました。やっぱり走らせてみて思ったんですけど、 N ゲージの線路の方が似合うと思うんでね、今度 N ゲージの線路に改造したいと思います。以上、開封動画でした。